浜ゆっこです。ひげみです。今日はアップルペイ7個のキャンペーンを紹介します。の巻、はい、キャンペーンを説明していきたいと思います。キャンペーンはこちら、アップルペイの7個で累計5000円以上支払うと507個ポイントがもらえるキャンペーンになります。キャンペーン期間は1月21から2月28までとなります。このキャンペーンはアップルペイを使うので iPhone を持っている人が対象になります。最近 iPhone のキャンペーンが多いですよね。 iPhone のキャンペーンばかり紹介して申し訳ありません。 Android のキャンペーンもね、なんかあればいいんですけどね。なんかそういういいキャンペーンがあったらまた紹介します。それではキャンペーンで特典をもらうための手順を説明します。まずは Apple Pay の7個を始めます。まだ Apple Pay に7個を追加していない人はこちらを参考にやってみてください。概要欄に URL を貼っておきます。そして7個のLINE 公式アカウントを友達に追加します。概要欄に URL を貼っていますので、まだ追加してない人はそちらから追加できます。そして7個のトーク画面からエントリーしましょう。エントリーはこちらをタップします。同意して応募するをタップします。はい、これで完了です。7個の公式アカウントから初めてエントリーする人は7個の番号も入力する必要があります。僕は過去に入力したことがあるので、今回入力することなくすぐにエントリーすることができました。そして期間中に5000円以上使うと3月18日にポイントがもらえます。今回のキャンペーンでいいところが、7個で買うときに対象外となる商品がないんです。なのでポサカードでも大丈夫です。ということで今回のキャンペーンは7個でポサカードを買えば500ポイントがもらえるキャンペーンとなります。僕は楽天バリアブルカードを5000円分買おうと思います。楽天バリアブルカードはチャージすると期限が半年の期間限定ポイントとして使えます。半年で5000円ですので、楽天ペイとか楽天市場で使えば十分使えるかと思います。ちなみに僕は楽天電気で使おうと思ってます。で、話はね、少し変わるんですけど、僕が買おうと思っているこの楽天バリアブルカード、実は3月末で発売が終了となります。まあ今回のキャンペーンは2月28までですので問題はないんですけど、今後同じようなキャンペーンが出た時は楽天バリアブルカードを買うことはできません。ですので次回はね、Amazon ギフトとかそういうのがいいかもしれませんね。楽天バリアブルカードはサービスのリニューアルがあるみたいですので今後に期待したいと思います。今回のキャンペーンはポサカードを買えばポイントがもらえるので、はっきり言って楽勝です。もしよかったら今回の動画参考にしてみてください。確かにポサカードでいいから楽勝ですね。そうですね。とりあえずね、ポサカードを買っといて、でね、後からね、ゆっくり使っていけばそれでいいんで楽勝ですよね。はい。というわけで今回は Apple Pay 7個のキャンペーンについてお話ししました。浜ゆっこと、ひでゆきがお送りしました。ためになった、楽しかったという人は高評価とチャンネル登録お願いします。チャンネル登録するとお得情報をいち早く知ることができますよ。またねー。バイバーイ。バイバーイ。